気ままな実況部屋モンスターストライクへようこそ。どうも隊長でございます。さて、だいぶ久々に戻ってまいりました。戻ってまいりましたっていうか、単純に投稿してないだけなんだけど久々にね、モンスト動画やっていきます。今回は鬼滅の刃コラボということで、こちら鬼滅の刃コラボガチャ、こちらに引いていこうと思います。はい。で、結構鬼滅の刃ね、有名らしいんだけど、アニメっていつなんだろう、わかんないんだけど、俺ね、鬼滅の刃自体をね、知ったのが、数ヶ月前、2、3ヶ月とかそんくらい前なんだよ。全然し、全然アニメとか見ないから、どのくらい人気なのかとかそういうのも全然知らなかったんだけど、めちゃくちゃ有名らしいね。全然俺わかんないんだけど、唯一知ってるのが、ねずこだっけ。そう、ねずこちゃんがなんかすっげえかわいいかわいいってツイッターでね、イラスト、いろんなイラストが出回ってて、それを見たことが結構あるっていうぐらいで、他はもう全然わかりませんまあ鬼滅の刃っていう作品自体はわかんないけど、モンストのこのキャラの性能で言ったら、この胡蝶忍っていうこの女の子かな、クロススティンガー好きだから、友情コンボの。そう、この砲撃型のねクロススティンガー使いたいなっていうのと、まああとは善逸、このあが妻善逸、こいつラック90にできたらいいなっていうふうに思っている感じです。ということで、特玉がとりあえずまず4個があって、オーブが300個なんとか貯めましたので、こちら全部、まあ引きによっては分かんないけど、多分ね、そんな引き今回いい気がしないんで、なんか最近ね、あんまりいいことないからなんか今回ね、爆死しそうな気もするんだけど、とりあえずね、引いていきましょうか。とりあえずまずは特玉から取れてるね。 OK、 特玉から4連続ガチャ、1個、ほい、ぐんぐんに出てた。びっくりした。まあ、あれでしょ、猪之助でしょ、どうせ。うわー、特玉で得した。ちょっと待って、特玉で得しすぎでしょ、これ。やば、え、なんでこんな火の。まあ、なんか、牛さん出ましたね。よかった、よかった。で、あとは、まあ、あんまりね、グッジョブのおまけ、鬼滅わかんないからさ、正直あんま、全部欲しいとか、そういうよくないんで、キリがいい、程よい引きができたところで、撤退します。ということで、まず10連目から。ほい。あと、なんか、このコラム限定の確定演出、なんか、お面が、ディドラの角のところにあるとかなんだか、そういう演出もあるらしいね。それも見られるかは分かんないけど、出てきてくれたら嬉しいな。てか、猪之助出てねえんだよ。まあ、猪之助でしょ。で、こっから、義勇いっぱい出てきてくれ。なるほど。あ、見られねえ。こっから見られるのか。俺は嫌われてない。俺は嫌われてない。OK。20連目。はい。ここで、ね、今、何体持ってるんだろうっていうのが分かりやすくなったから、すっげえいいよね。はい。今、善逸が25だったね。75か。75体。ね、5体じゃねえ。ラック75になれば。キューティーになれるから、あー、これはちょっと待って、善逸が出て、あんまりいい雰囲気がしねえな。ほい、善逸も出てくんねえし、よいしょ。演出ねえな、結構。ヒロアカの時はヒロアカ、モグディガー。ヒロアカの時以外は
あー、今回ちょっとやっぱついてねえな ついてねえな。星玉もギリギリたまるかな。たまるね、これ。いやー、これ善逸にならねえな、これ。 うーん、そっか。ててててててんと。さあ、てててててて、天引きも炸裂したと、炸裂 したところで、ほい。演出がない。今回もなかなかに渋い善逸。止まってくんない善逸。全然出てくる気配がない。むしろなんで特ダマで出てきたんだ まあ何も出ないよりはマシなんだけど。よいしょ。確定ない。さあ行くぞ。せーの。ててててててん。おっす、お、止まった。フィンだっけ お前じゃないねん。止まれ。止まんない。光属性キラーなんだよね、お前。確かノーワンランページ。そう、違うんだよな。さあ、星玉ないか。お、新山テラスの やった適正。新山テラスまだクリアしてないから嬉しいな。これはこれで 今じゃない 今じゃないね。新山テラスのさ、適正で出てきた、こないだね、新エビで出てきたばっかりのキャラだけど、今じゃない いや、じゃないんだよな。さあ、ラスト。あ、善逸いきそう。おい、これでダメなのなら、結局確定演出出なかったな。せめて善逸がラック90に、ほいなってほしいな。なんもねえ。せめてあと1回くらい止まってほしい。はい、という感じで、富岡義勇さんだっけしか出なかったんだけど、結局、まあラックね、善逸のラック90ギリギリ作れたんで、まあ悔しいけど、よしとしましょう。はい、そんな感じで ございましたね。悔しいな はい、という形でね、噛んだ。という感じで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただき、ご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でよかったらお会いいたしましょう。今回失礼いたします。それでは、バイバイ。